皆さん、こんにちは。お笑いタレントやラジオパーソナリティ、YouTuber、歌手、プロレスラーなど、様々な分野で活躍しているフワちゃん。大物芸能人相手でもお構いなく、タメ口を使うキャラクターで、人懐っこいイメージがありますよね。そんなフワちゃんが、4日深夜に自身の X、旧 Twitter を更新。不適切投稿を削除した上で、謝罪しました。X では現在、フワちゃん、やす子さん、などのワードがトレンド入りしています。今回はフワちゃんが突如投稿した。死んでくれ、投稿。やす子さんとフワちゃん、二人の間で何が起こっているのかについて、調査してみましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。現在大盛り上がり中のパリオリンピック、ピン芸人のやす子さんは8月2日21時5分自身の X にて、やす子オリンピック生きてるだけで偉いのでみんな優勝ですと投稿していました。日本の思いを背負って努力しながらもメダルを獲得できなかったり、金メダルではなかったことで悔しい思いをしている選手たちがいる中で、この言葉は和やかな気持ちになる言葉でした。きっと日本代表選手も応援している人たちにとっても嬉しい言葉だったのではないでしょうか。実際この投稿には、このポストを見た人はみんな優勝、やす子ちゃんも優勝ですね、おめでとう、やす子さんありがとうございます、優しい世界線などのコメントがたくさん寄せられていました。しかし、お前は偉くないので死んでください、予選敗退ですと、やす子さんの投稿を引用してタレントのフワちゃんが衝撃的な言葉を発信したのです。8月4日4時43分に投稿されたこの不適切発言、後にフワちゃん本人も不適切と判断したのか当該投稿は削除、やす子さんの方もとっても悲しいとだけ綴り、ネット上で話題となっています。そしてフワちゃんは、本当にすみません、今ここで皆さんに報告することではないのですが、言っちゃいけないこと言って傷つけてしまいましたと切り出した上で、ご本人に直接謝りますと本人への謝罪を予告していました。 X ではフワちゃん、やす子さんなどがトレンド入り、さらにはフワちゃんが CM に出演している Google Pixel の消しゴムマジックという言葉もトレンド入りし注目されています。 Google に飛び火しそうなほどの炎上具合ですね。今回のパリオリンピックでは柔道競技にて女子52キロ級で2回戦敗退を喫した阿部詩選手が畳に突っ伏し号泣し、畳を降りても会場に響き渡るほど泣き叫ぶ場面があったのですが、その後会場で巻き起こった歌コールが送られたこの瞬間に感銘を受けた視聴者がいた一方で、負けてもあの場では感情を抑えるべきでした。東京オリンピックからの3年間何してたんですか？2回戦敗退ならあとはパリ観光ですか？というような辛辣な意見が殺到しており、誹謗中傷について話題になっていました。この件についてはメディアでも多く取り上げられていましたが、元宮崎県知事でタレントの東国原英夫氏は出演した番組内でのコメントだけでなく SNS を通してもしつこく号泣について指摘し続けていたり、モノマネタレントとして活動している清水美智子さんは号泣モノマネをするという意味のわからない行動に出ていたりしています。その後阿部詩さん本人が自身のインスタグラムで、男子66キロ級で金メダルを獲得した兄一二三選手のほか家族5人で撮った写真を公開し、たくさんのサポート応援ありがとうございました、心の底から感謝の気持ちでいっぱいですと感謝を記し、続けて日本代表として日本という素晴らしい国を背負い戦えたことを誇りに思います、情けない姿を見せてしまい申し訳ありませんでしたと謝罪するという前代未聞の出来事に発展、阿部選手が謝罪しなければこの批判の嵐が収まらないという事態はいかがなものかと思います。阿部詩選手は号泣から3時間後メディアに対して相手の強さを認め、
兄へ期待するコメントを出しました。このコメントが試合の翌日になって拡散されたことで、批判した人たちの気持ちを落ち着かせていました。にもかかわらず番組でこの問題に触れ、しつこく後追い投稿していた東国原さんのせいで、ネット上ではまた火がつき、清水美智子さんの誇張したモノマネなどでまた話題に上がったのでした。 SNS を通して謝罪した阿部詩選手に対し、兄の阿部一二三選手は、情けなくなんかない、心の底から詩のことを誇りに思いますとインスタグラムに投稿していました。ツーショットでメディアに出演することも多く、兄弟愛の深いお二人。一二三選手は、大切な妹がここまで批判され黙っていられなかったことでしょう。この誹謗中傷のせいなのかは分かりませんが、阿部詩選手は混合団体決勝の際にやつれているような印象を受けました。精神的ストレスが大きかったことと思います。ネット上での誹謗中傷問題はいろいろな場面で注目されていますが、今でもなくなりません。安子さんはつい最近、7月22日にも、過激に攻撃するのもうやめませんか、その一言で命を絶つ人がいるかもしれません、と自身の SNS を使って訴えていました。安子さんは養護施設育ちで、毒親持ちということは有名で、あの持ち前の明るさと優しさは、幼少期の経験も影響しているのだろうと思います。そんな彼女に向かって、死んでください、という言葉、絵文字もたくさんついていましたし、フワちゃんのキャラクターで、冗談のような言葉に見えなくもないですが、だったとしてもひどすぎますね。冗談で済まされる言葉ではないと思います。ネット上でも、ちょうどオリンピックで、誹謗中傷が話題になっている最中であってもやった。つまり誹謗中傷を推奨と示した、インフルエントした形になった。表に出たから謝罪したところを見ると、あからさまに実行する気はなかったようには見えるが、その分、抑えきれない衝動を感じさせ、小手先の話ではなく本質を映し出したのでは、という印象を与えたのではないか。直接謝っても済まないです。仮に安子さんが謝罪を受け入れても、スポンサーも視聴者も許さないはずです。安子の優しいコメントを踏みにじってズタズタにしたような投稿内容、あれを見たら安子じゃなくても大半の人が悲しくなるのでは。周りの大人たちの責任も重い。ちょっと売れっ子になった時にしっかり注意しなければいけなかったのに、のさばらせてしまった結果だと思う、などフワちゃんの不適切な発言に対し不快感を覚えた世間の人はたくさんいるようです。おそらくフワちゃんは割と過激めな裏垢があるのだと思います。きっと今回の投稿はすぐ削除されていましたし、アカウントを間違えて投稿したのでしょう。いくら鍵をかけている裏垢だからといって誹謗中傷していいことにはなりませんが、きっと今回が初めてではなく、いろいろな芸能人に対し悪口を書くアカウントがあるのでしょうね。これから安子さんとフワちゃんは共演 NG になると思います。スポンサーからの印象も悪くなるでしょうし、フワちゃんの今後の仕事も減るでしょう。フワちゃんは2017年に渡辺プロを解雇され、今はフリーランスなので守ってくれる人もいませんね。安子さんの傷つけられた心が少しでも早く回復することを祈ります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。